2008年アメリカ合衆国大統領民主党予備選挙2008年アメリカ合衆国民主党大統領予備選挙2008デモクラティックプライメリーズは2008年アメリカ合衆国大統領選挙に向けて民主党の大統領副大統領指名候補を選出する手続きのこと予備選挙と党員集会で選出された選出大議員と 公職者で構成される選挙で選ばれない特別大議員が2008年の8月25日火曜日から8月28日木曜日にコロラド州デンバーで行われたで大統領候補にバラク・オバマを指名した大会で指名されるには候補者は最低でも大議員から2024票を獲得しなければならなかった選挙戦ではオバマとヒラリー・クリントンが 終盤までもつれ込み、その中で、選出大議員枠を没収されていたミシガン州とフロリダ州での模擬投票結果の扱いをめぐって、両陣営が激しく対立した。オバマは、両州以外の制約大議員の過半数を獲得したが、両州の模擬投票結果を大議員議席に割り当てた場合、算定法によっては、クリントンの逆転の可能性もあった。 しかし選挙で選ばれない特別大議員の多数が、オバマを支持したため、オバマの勝利で決着した。以下の票に対する注意。大議員とは、民主党全国大会で指名を決める人のことである。50の合衆国の州、コロンビア特別区、プエルトリコからの大議員は、おのおの一票を持つが、米領サモア、バージン諸島、グアムからの大議員はおのおの半分の票を持つ。 このように、大議員の合計数は、獲得大議員の票数の合計40、4046より、わずかに多くなる。民主党候補の指名獲得に向けての選挙運動は、一連の予備選挙と党員集会において行われる。これらの予備選挙と党員集会の結果は、民主党全国大会において票を投ずることができる、制約大議員、プレジド・デラゲイツの数を決定する。 制約大議員は、以下の二つの主要な基準に従って合衆国50、州にそれぞれ配分される。最近行われた三回の大統領選挙において、民主党候補に与えられ各州の票の割合と、において各州が持つ、票の割合。さらに、2008民主党全国大会ための大議員、選出ルール、デラゲートセレクションルールズフォーザ2008デモクラティック、ナッシュナルカンベンションの下で、 修正された数の大議員が、コロンビア区、プエルトリコ、アメリカンサモア、マイバージン諸島、在外民主党員に割り当てられる。2008年現在、合計3253名の制役大議員の票が予備選挙と党員集会を通じて与えられる。現在、合計794名の非制役大議員として知られるがおり、党大会で、 どの候補にも自由に投票できる。特別代議員票は制約代議員の票と同じ重みである。特別代議員は、米国会員と上院のメンバー、州と領の知事、民主党全国委員会のメンバー、名誉党首によって選ばれた追加代議員からなる。合計4047代議員のうち19%を成している。民主党の 2008年民主党全国大会のための大議員選出規定、デラゲートセレクションルルズフォーザ2008デモクラティックナショナルコンベンションのも大議員は比例代表で与えられる、大議員を獲得するには、最低15%の得票率が必要である。各州党は、独自の州レベルの大議員選択プランを公表することが要求され、そのプランは、どのようにその州が、会員選挙区と、 州全体のレベルで大議員を選出するか、どのように大議員団がその党の積極的差別是正措置を講ずるか、どのように大議員団が女性と男性のバランスを保つのかを示している。これらのプランは州大会で採択された後、2007年中頃に国の党本部へ送られた。このセクションの表に対する注意、2008年1月3日に行われた。 大統領予備選挙の第一弾であるアイオワ州党員集会ではオバマが開候補の支持者や20代の若者などの幅広い層からの支持を集め2位エドワーズ3位ヒラリーらとの候補者を10ポイント近く引き離して勝利1月10日第二戦となったニューハンプシャー州予備選挙ではオバマ有利の事前の予想に反してヒラリーが僅差で勝利した その後ネバダ州予備選挙で、ヒラリー、サウスカロライナ州予備選挙で、オバマが夫勝利を収めた。なお、この時点で4戦全敗であったエドワーズが1月30日をもって、候補指名争いから撤退した。ミシガンとフロリダでは、全国委員会に反死予備選の日程を前倒し、したので無効となった。2月5日、スーパーチューズデー23の州で、予備選挙が行われ、 イリノイ州、黒人の比率が高い州、小規模な州で、オバマが勝利した一方、カリフォルニア州やニューヨーク州など大規模州の予選挙で、ヒラリーが勝利を収めた。スーパーチューズデー後、2月に行われた11の予備選挙、党員集会のすべてで、オバマが勝利。ヒラリー陣営は、選対本部長の辞任や、資金不足も表面化、オバマ有利で選挙戦が進むこととなった。 3月4日、4つの予備選挙が行われたミニチューズデーで代表連のテキサス及びオハイオ両州でヒラリーが勝利。ヒラリーが息を吹き返し、底力を見せつけた。オバマはミニチューズデーは一生に止まったもののミニチューズデー後は共和党の画像、バイオミングと南部ミシシッピで勝利。最後の大規模州の予備選挙となったペンシルベニア州予備選挙。 4、22はヒラリーが勝利を収め、インディアナ州はヒラリー新勝、南部のウェストバージニア州、ケンタッキー州はヒラリーが押し底こ力を見せたが、5月20日のオレゴン州予備選挙での勝利によってオバマは一般大議員の獲得数が過半数に到達した。5月31日選挙が前倒しになり、選挙人を剥奪させたフロリダとミシガンを服させ、 大議員数の過半数が2118人になったが、オバマ優位は動かず、ヒラリーは29人しか、一般大議員数の差が縮まらなかった。プエルトリコで、ヒラリーが38対17、サウスタコダで9対6で22人ヒラリーが、一般大議員数を詰めたがモンタナで、オバマが9対6で勝ち、オバマが146人リードしていた、一般大議員数を42人しか詰めることができず。 オバマが104人のリード保ったまま6月3日、予備選挙は終了した。獲得一般大議員数が100人以上の大差を見て、選挙に左右されないスーパー大議員たちは、オバマ支持を一斉に表明して、過半数の2118人を大きく超える2156人の議員をオバマが獲得して、ヒラリーの大議員、数1922人に234人の差をつけて、 民主党の代表に選ばれた。民主党代表になったオバマはバイデンを副大統領候補に指名した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。